今日はボーリングのピンに使われている木のお話です。ボーリングのピンの木はメイプル、カエデの木を使用して作られています。物によってはプラスチックのピンとかまああるんですけども、プロの試合、公式試合などでは木、 からでできたピンないとルールにありますでこのカエデの木ってどんな木なのということについてお話ししたいと思いますこのカエデの木なんですが弾力性がありしなりがある木ですで木の特徴としましては他のプロ野球などで使われている え、ホワイトアッシュなどに比べて木の網目がツルツルした感じとなっております。え、こちらがツルツルしてます。で、この木をボーリングのピンの場合ですと3本区切りを分けてピンに貼り合わせて接着剤 などで貼り合わせて削っていって3つの木の塊をくっつけてできたものがボーリングのピンというふうになります。で、その上にサーリン樹脂を加工して1本のピンが作られます。プロ野球のバットですと1本の木を 三つに分けずに、そのまま一本の木を削ります。が、ボーリングのピンの場合ですと、このようなピンの形にするために、バランスを整えるために、この三つ、ちょうど今、裏見ていただいたらわかるんですが、まずここで一区切り、ここでワンブロックですね。で、ここで線が入って、ここの、えー、真ん中、 人差し指、僕の人差し指と中指の間で2ブロック。で、最後がこちらからピンの端までで3ブロックとなっております。ピンのバランスを整えるために3本の木を貼り合わせて1本のピンが作られるというふうになっております。比較としまして、プロ野球で実際に使われているホワイトアッシュ。 について今から見ていきたいと思いますこちらがプロ野球などで使われているホワイトアッシュの素材の木となっておりますま光加減の今ライトが光っているところを見ていただきますと線上に木目に入っているのがお分かりいただけますでしょうかこのように木目が強いのがホワイトアッシュです でこのホワイトアッシュなんですがこちら木目があります木目がたくさん入っていますでこのホワイトアッシュは硬いのが特徴でボーニングのピンにしてしまうとピンが割れてしまうといったことが非常に起きますプロ野球などのバットですとよく飛ぶといった特徴もあるんですが ボーリングのピンの場合、15ポンドのボールや16ポンドの7キロのボールが当たった衝撃に耐えられないから、カエデの木を使用しております。カエデの木は、ホワイトアッシュに比べて耐久性があります。しなる柔らかさがあるので、弾力性とあり、とても 耐久性に優れています、まあ、プロ野球ですと青玉とかいった、まあ、高価な木もあるんですがボーリングのピンにしてしまいますととても高価すぎてピンが高くなってしまうでメイプルを使用するといった形をとっていますということで今回はメイプルってどんな木なのというお話でしたチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします それではまた次回お楽しみにください。